はい、皆さん、こんばんは。それでは、少し定刻過ぎましたけれども、機難ケミストリーセッションを、これから始めさせていただきたいと思います。で、こちらのセッションは、機難アートウィーク2021の一環として行うものになります。今回の、第1回のテーマは、なぜ今、機難アートウィークなのかというテーマで、機難アートウィークアーティスティックディレクターの宮津大輔さんと、今回の総合プロデューサーである籔本優斗さんによるセッションでございます。で、司会は私、南紀白浜エアポートの森重と申しますが、本日務めさせていただきます。1時間半の間、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。で、本日、籔本さんは、タイのバンコクから、で、宮津先生は、千葉から、そして私は南紀白浜の白浜空港から配信を今させていただいております。で、開始にあたりまして、本セッションは今録画をさせていただいておりまして、後ほど YouTube にアップをさせていただく予定です。また、ケミストリーセッションのこちらの対談集につきましては冊子化を予定しておりますので、どうぞ後ほども皆さんご覧ください。それでは早速になりますけれども、機難ケミストリーセッション始めさせていただきます。で、ご質問を、セッション中受け付けておりますので、ご質問思いついた方は、チャットにて受け付けておりますので、その場で、チャットに、バシバシ、ご意見、ご感想、ご質問など入れていただけましたら、セッションの最後のお時間で、ご回答をさせていただきます。それでは、まずお二人のプロフィールを、ご紹介させていただきます。まず、宮津先生、カメラをオンにしていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。宮津、大輔先生になります。横浜美術大学の、学長であり、あと森美術館の理事などの、要職に就かれておりまして、で、学長の、お立場でありながら、教授として、学生さんへの講義も、ご担当されておられます。で、主な、研究領域は、アートと経済を中心とした社会との関係性というところのご研究をされています。文化庁の現代美術の海外発信に関する検討会議であったり、あとは羽田オリンピック・パラリンピック・レガシー推進タスクフォースの委員であられたり、アジアンアートアワード2017の審査員等も歴任されておられます。NHK クローズアップ現代プラスや NHK ニュースおはよう日本など、いろんなバラエティ番組までメディアでも幅広くご活躍をされる一方で、個人としても世界的な現代アートのコレクターとして国内外で広く知られている先生になります。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、続きまして、今回の総合プロデューサーである籔本優斗さん、カメラオンお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。籔本さんは、和歌山県南紀白浜の、ご出身でして、大学を卒業された後、いきなりカンボジアで起業されるという大変ユニークな、キャリアの方でございまして、現在世界18拠点に、展開する、ワンアジアロイヤーズの、代表として、タイに、在住されています。で、日系公的機関や日系企業のアジア地域への法務顧問アドバイザーとして200社程度の対応実績をお持ちでございます。アウラ現代芸術振興財団の代表理事として、その土地独自のそこにしかない歴史文化を維持発展させる活動を日々されております。で、本日、南紀白浜出身ということで、この和歌山紀南には並々ならぬ思いを持たれておられる、若き総合プロデューサーでございます。はい、では、ご紹介は以上とさせていただきまして、これから、お二人によるなぜ今紀南アートウィークなのかについて、これからたっぷり、語っていただければと思います。それでは、籔本さん、宮津先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。森重さん、ご紹介を誠にありがとうございました。ただいま、ご紹介いただきました、私、今回のですね、
キナンアートウィーク2021のアーティスティックディレクターを務める宮津大輔と申します。そして本日は総合プロデューサーの藪本優斗さんとともにこのケミストリーセッションを進めていくわけですけども、まず最初に今回南紀白浜エアポートさんとアドベンチャーワールドさん、そして紀陽銀行さんに多大なるご支援をいただきましたことを最初に御礼を申し上げたいと思います。誠にありがとうございました。ありがとうございます。では早速ケミストリーセッションに移っていきたいと思いますけども、これ実は今日が1回目でして、連続でこれをやっていくということで、だいたい 2,3 ヶ月に1回ずつ様々なゲストを招いて行っていくわけですけども、このケミストリーって何かというと化学反応なんですけれども、まあ本日は発起人の藪本優斗さんと私、今後さまざまな避難の方と日本もそうですし海外も含めたさまざまな人や物事が交わることで素晴らしい化学反応が起きるということを期待してケミストリーセッションというふうに名付けております。で最初にですね、さっき少しご紹介いただきましたけども、この避難でどんな少年時代を過ごして、でなぜアジアに飛び出していったかっていうところを中心に、まず藪本さんの方からちょっと自己紹介をいただけるとありがたいんですが、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回避難アートウィークの総合プロデューサーを務めさせていただいております藪本と申します。どうぞよろしくお願いします。でおそらく画面共有が軽くされておりますかね。私自身はですね、森重さんの方からお話ありました通り、南紀白浜町出身で、西富田小学校ですね、であと富田中学校、あと田辺高校出身でございます。ですみません、次のスライド行ってもらっていいですか。で母親が実はこの後よく出てくるアドベンチャーワールドの和歌山県が誇る動物園テーマパークであるアドベンチャーワールドのですね、シャチの調教師をやっていた、女性初ですね。で当時のアドベンチャーワールドの社長さんが、いや女の子をシャチの上乗せたら おもろいんちゃうかっていうことで、その一言でシャチに乗るような仕事をしていて、で私は小さいながらそれを見ながら幼少期を過ごしたような形になってます。すみません、次のページお願いします。でこれ私アドベンチャー5歳6歳ぐらいですかね、めちゃくちゃ恥ずかしいシャツを着せられてアドベンチャーワールドで育ったというような形になってます。でその後小中高と次のページ行っていただいて、野球に邁進しておりまして、西富田小学校で野球をして、田辺高校でも野球部で、頑張って野球ばっかりやってましたと。で、その後大学は中央大学だったんですけれども、中央大学で法学を学んでですね、なぜかですね、大学卒業とともにですね、カンボジアに参りまして、その次のページ行ってもらっていいですか。で法律事務所を起業しまして、でその後世界18カ国でですね展開させていただいているような形です。で法律事務所自体は非常にうまく現状いっておりまして、どんどんこれからも増やしていこうと思ってるんですが、やっぱりそのなんでカンボジアで法律事務所をやったかっていうと、やっぱりこの世界の平和とか、あと均衡とか、あと社会をより良い方向に持っていくために法律っていうのがあって、でそのために法律の仕事を始めたんですけれども、法律の世界、実はやればやるほど、こう、世界平和とか、社会を良い方向に持っていくっていうところに必ずしもリンクしないっていうことを感じまして、ちょっと別のことをやってみようかなということで、例えば取締役を守るためとか、組織運用上のお墨付きを得るためにこう何と言いますか、こう弁護士事務所が使われる、なのでそういう意味である時には美しくないとか、こう私の美意識からそれって本当にいいんだろうかっていうことを感じることが多くてですね、すみません、次のページ行ってもらっていいですか。でそれでちょっとアートの世界に飛び込んでみようということで、すみません、次のページお願いしていいですか。で財団を作りましてですね、まずはメコン地域、私が長くいたメコン地域の作家さんとかキュレーターさんとかを応援しようということで、カンボジアのまずカンボジアのアーティスト作家さんを支援させていただくような活動を、させていただいたような形になってます。でちょうど2年3年この財団の活動を今やってるんですけれども、極めてバングラディッシュとかスリランカとか
あとアフリカとか、もうずっと田舎ばっかりやってまして、そういえばなんで地元やってないんだろうということで、今回ちょうど去年からですね、その避難地域、私がもともと育った南紀白浜地域を含めて、まあ、何かやりたいなということで、このプロジェクトが進んでいった次第です。ちょっと長くなりましたけれども、簡単な自己紹介です。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今ご覧いただいているこのスライドですけども、まあ、黒いですかね、Vネックの T シャツを着た藪本さんの隣に、カーキ色の T シャツを着た男性と、まあ、ワンピースを着た女性が、見えると思うんですけど、2人はまあ夫婦でして、この男性の方が後ろに見えている作品を、まあ作ったアーティスト、カンボジアのアーティストでクヘイ・サムナンというクワイ・クヘイ、発音いろいろ難しいんですが、サムナンで、奥様はまあ彼 の, その作品販売とかをギャラリストとしてまあされてるカップルなんですけども、実はまあ彼らと知り合って、彼らが藪本さんと私を結びつけたということでですね、まあ、実はカンボジアで、私は全然藪本さんのことを存じ上げなかったんですけど、カンボジア人の方の結びつきで我々は最初に出会ったということになります。で、続いて私の自己紹介をさせていただきたいと思うんですけども、まあ、ここに書いてあるのはさっき森重さんがご説明いただいたことなんですけども、私今横浜美術大学という大学で学長をしております。そして、まあ、美術館、森美術館の理事をしたりしていますけども、個人としては私今今年58歳になるんですね。だからですから30代の藪本さんとは随分年齢違うんですけども、30歳の時からアート作品を集めております。で、今日どういう方がこのトークを聞いていただいているか分かりませんけども、まあアートをコレクションするっていうと特別な方とか、あるいはそのお金をお持ちの方とかっていう印象が強いかもしれませんけども、私はまあ一般的なサラリーマン家庭で育ちまして、まあずっと実は大学の教員をやるまで、大学の教員としてはまあ非常勤の時代から含めて、まあ10年あるかそんなところですけども、サラリーマンの方は30年勤めておりました。ですからサラリーマンをしながらコレクションを、現代アートをコレクションしていったわけですけども、次のページお願いいたします。これ最近森美術館のスターズ展という時にところに出品した草間彌生さんの作品なんですけども、まあ今でこそ大スターの草間彌生さんも、私がコレクションを始めた頃は、まだ売れないという言い方失礼ですけども、価値がまだそんなに上がっていない段階でございました。私が今先ほど、まあ、森重さんからご紹介いただいたように力を入れているのは、経済とアートの関係です。で、アートっていうのは非常に素晴らしい人類の英知、文化的な結晶、そういったものなんですけれども、一方で、これ今ご覧、皆さんご覧いただいている草間さんの作品もそうですけども、ちょっと考えていただきたいんですけども、お寺とか神社にある仏像とかそういうものは動かしがたい、あるいは教会にある、宗教が動かしがたいですけれども、こう動かせるような形になったところから、やっぱりその絵画を含めた芸術作品というのは、それをお金に変えたい人とお金を出しても欲しい人ということで、経済と大きく結びついていくわけです。ただ先ほど藪本さんは自らの、お話の中で、法律をやってるとなかなかその世界平和とか世界における均衡という美学で物語れないところがあるのでっていうことをお話しされてましたけど、私は逆でですね、美しいと思われている美術にはお金がついて回るけれども、これを汚いものと考えるとそもそも美術自体が成り立たなくなるというところに、まあ気づきがあってですね、そこからそれを、まあ、研究している人があまりいなかったもんですから、そこを研究して、まあ、教員になっていったということになります。で、次のページをご覧いただきたいんですけども、私は日本にずっと住んでおりまして、海外に留学したこともないんですけれども、まあ私のコレクションや私の存在が知れるに従って、これ左側は
2010年ですね、台湾の台北の現代美術館での私のコレクション展です。右側は、昨年、台湾の台南の方ですね、高雄の美術館の私のコレクション展です。日本よりも、アジアの国で講演を頼まれたりコレクション展をやってくださいと言われることの方が多かったので、私もこの10年ぐらいは実はアジア外から日本を見る機会が非常に多くなっていました。で、次のスライドお願いしたいんですが、これはですね、唯一と言っていいぐらい日本の美術館で行った私のコレクション展です。ただ、最近個人のコレクターさんのコレクション展多いんですけども、私は自分のコレクションを見せるというのはちょっとなんとなく面白くないなと思いまして、これ右側見ていただくと分かるんですけども、この時はこの笠間日動美術館さんが持ってる ルノワールですとかマティスですとか、そういった近代美術の巨匠の作品と私の現代美術の作品をカップリングしてですね、あるテーマで見せようという、コラボレーション展をやったんですね。ですからこの右側のスライド、左側の小さな緑の絵というのはシュールレアリズムのルネ・マグリットが自画像で描いた、緑のリンゴ、青いリンゴでございます。右側は草間さんのかぼちゃのペインティングと、こういうコレクションをコレクション展をしたりということをしております。で、今回、先ほどちょっとちらっと申し上げましたけれども、矢本さんと、出会うことによって紀南アートウィークということをやろうという話になったのですが、次のスライドお願いいたします。ここからは、紀南アートウィークって一体何なのかと、で、なぜそれをやる必要があるのかという話題に入っていきたいと思います。次のスライドをお願いいたします。これからですね、この紀南アートウィークについてお話し進めてまいりますけれども、今年ですね、コロナの状況もありますので今の予定ということになりますけれども、芸術祭自体は、11月の18日から28日までの11日間、和歌山県の紀南地域、紀南地域のどこでやるのというのはまた後ほどお話しますけども、そして、原則としてですね、入場料無料にして皆さんに楽しんでいただくということを考えております。で、ここにホームページとかお問い合わせのメールアドレスがございますけれども、ウェブサイトあるいは SNS 等で、いろんなチェックをしていただくとですね、次のセッションのお知らせとか、アーティストやいろんなことが決まり次第いろんな情報を得られるということになりますので、よろしくお願いしたいと思います。では早速この今年の秋に行われる紀南アートウィークの内容について、で、これ今出てまいりましたけど、小森の文化と港の文化、これは何ぞやというところを、山本さんの方から、歴史とかその地域のこととかを合わせて少しお話をお願いしたいと思います。お願いします。今回の、紀南アートウィークの副題がまず「こもる室」と、あと「開く紀南」っていう副題の通りですね、こもりの文化って何なんだろうということと、あと、開く、そういう意味では港の文化って何なんだろうっていうところに、今回焦点を当てて、展示ができればなというふうに思ってます。展示のみならずシンポジウムとかですね、あとワークショップもこの文化に基づいて、やっていければなというふうに考えてます。すいません、次のページお願いします。で、おそらく今日は和歌山県外の方も参加いただいていると思うんですけど、まず紀南ってどこやねんというふうに言われることが多いので、まず紀南はどこかと申し上げますと、こちらの地図の通りですね、本州最南端の半島である紀伊半島の一番南、紀北、紀中、紀南っていう形になってますね。で、ほとんど山です。調べてみると面積の 82% 以上が森林という形になってまして、もうほとんど山、森林です。で、あとですね、この今回こもる室っていうのが一つトピックになってますけれども、まずこの室っていうのが読めない方が非常に多いんですけれども、この室郡地域、非常に昔からある名前なんですけれども、紀南地域と、この室郡地域は、ほとんど同じその地理ということでご理解いただいて大丈夫です。で、紀南は、紀伊半島の南なんで紀南という言葉なんですけれども、皆さんなんでこの室っていうか
ご存知ですか？まあ、結構あの地元の方とかでも知らない方が多いんですけれども、実はこの室っていう言葉にはですね、あの部屋、あの室町時代の室、まあ、あの室っていう言葉ですかね、あと神々の部屋とか、あと家ですね、神々の家っていう意味が込められて、あの室っていう言葉になってます。あともう一個あの出てくるよくワードとして、あの熊野地域ですね、あの熊野の熊も実はあのこもる、隠れるとかっていう意味でして、実はまさにこの紀南半島の、まあ、中核の一つになる文化っていうのがまさにこもる文化なんじゃないのかなというふうにあの考えてます。で、他方ですね、あのまさにあのこの紀伊半島の南、あの半島、海、あ、移民の文化ですね、まあ、まさにあの、この紀南からですね、あと、まあ、後ほどご説明させていただくトンダウラとかですね、からですね、まあ、実際今宮津さんがおられる千葉の方にですね、あの多くの移民があのこの紀南地域から、もしかしたら私と宮津さん同じあの地というか歴史的なルーツがあるかも実は知れないんですけれども、まさにあの紀南とか紀中で生まれた、まあ、醤油とかですね、あと味噌とかっていうのが実はまあその千葉の銚子とかですね、そういうところに行って、まあ、あの発展してきたっていう歴史を持ってるので、まさに港移民の文化っていうのがまあこの紀南地域に存在するんじゃないのかなというふうに考えて、次のページお願いします。で、やっぱりですね、私あのずっともう日本離れてもう10年強なんですけれども、まあ、この開く閉じるっていう観点からすると、もう本当に紀南ってどんな都市とかどんな国家より素晴らしくて、客観的に見るともう本当に光り輝いてるなと、まあ、あの いろいろ今あの避難地域の歴史的な お祭りを調べていたりするんですけれども、本当に調べれば調べるほど圧倒的な文化の宝庫だなというふうに思いますし、その祭り一つ一つ見ても本当にあの物語、ストーリー性のあるものばかりで、まあ、本当にあの見入っちゃうということが多いです。まあ、あのお祭り の, あの写真載せておりますけれども、あの非常に面白い、まあ、この右の写真とかお塔祭りですね、まあ、これ新宮、まあ、あのだいぶあのその東の方なんですけれども、あの、まあ、その白装束を着てその白いものしか食べないっていう、あのその期間中ですね、あの独自のお祭りでして1400年以上続いてるんじゃないですかね、まあ、あの神武天皇がこの荒野から熊野古道に降りてきた時に神武天皇を迎えるためにやられたお祭りと聞いてまして、まあ、これとかも今回のアートフィークとかで深められると、まあ、非常に面白いのかなというふうにあの感じてます。すみません、では次のページお願いします。で、まあ、あの小森の文化に関して言うと、もう説明不要のもう熊野古道さんとかですね、もう熊野古道、まさにこういろんな人たちが山にこもって、まあ、自分を見つめ直す場だったのかなというふうに思います。次のページお願いします。で、そんな熊野古道のど真ん中にまさかあのサナさんがおられるというところで、ちょっと私も知らなかったんですけれどもびっくりしまして、宮さん、サナさんとかってご存知ですよね？はい、あの、まあ、これあのサナってそのなんていうんですかね、お二人組の建築家の、まあ、ユニット名で、瀬島和代さんと西澤龍也さんという、まあ、2人の著名建築家が2人で組んで、まあ、それぞれ瀬島さん、西澤さん、それぞれが、ソロでもやられてるんですけど、お二人で組んでやられている場合がサナになるんですけども、プリツカー賞というですね、まあ、言ってみれば建築のノーベル賞を取られたりしてるわけですけども、このまあ瀬島さんと西澤さんのユニットがですね、美術館、今一番皆さんが多分有名でご存知なのは金沢21世紀美術館ですね。あれをまあ、設計されてるんですけども、この美術館はそれに先駆けて実はですね、ここにあると。私もこの話を聞いて、え、ここにこの熊野古道のここに、山奥にこういう施設、サナの最初の美術館プロジェクトのものがあるんだっていうのをびっくりした次第です。ありがとうございます。まあ、今回はちょっと難しいかもしれないんですけど、今後、まあ、キナートウィークちょっと継続してやれればなと思ってまして、まあ、ぜひな現代アートとサナってまさにあの金沢21世紀美術館とかではもうあの最高のマッチングですので、いや、キナンでやれたら楽しいとか面白いんだろうなっていうことをまあ感じているような次第です。すみません、次のページお願いします。で、こもる観点で言うと、やはりもうこの人、もう皆方熊楠ですね。もう絶対外せないと思ってまして、私自身もあの、最も影響を、まあ、特に東洋思想とか、
っていうことに私自身は非常に興味があって、まあ、我々の事務所名も今、ワンアジアっていう名前なんですけど、まあ、これ、岡倉天心からまさにつけているんですけれども、まあ、本当に那智の山奥でこもりながら、その田辺の鹿島とかで活動して、まあ、生物、まあ、あと博物、哲学を極めた、まあ、まさに皆方熊です。まさにこういう人に私もなりたいなというふうに思ってます。で、まさにその山奥にこもりながら、当時ロンドンとかですね、書簡を交わしながら、こもりながら世界にこう情報を発信した、まあ、研究成果を発信していったということで、まあ、今回のアートでもまさにこう、こもりの文化と港の文化をつなぐ、まあ、和歌山県が誇る偉人なのかなということで深掘りしていきたいなというふうに考えてます。それでは次のページお願いします。で、まあ、他方、まあ、港の文化ですね、海、まあ、これまさに観光名所の円月島というところなんですけれども、もうこれ自体がアートですよね。なので、まあ、こういった、まあ、自然が作るものももちろんアートだと思いますので、まあ、こういったものとかも掛け合わせながらやっていきたいなと思ってます。次のページお願いします。で、南紀白浜といえばやっぱり海ですね、白良浜。まあ、開放的な、まあ、雰囲気で、まあ、現在は、まあ、まさに南紀白浜空港さんが推し進められたり、白浜町さんが推し進められているように、バケーションの聖地になりつつあるということで、まさにこう、開放的なもう文化を、もともと素地として持っている場所なのかなと思います。で、次のページお願いします。で、また海の方行きますと、まさにその海岸の串本町ですね。で、これ、誰の作品かご存知ですか？まあ、エリート中のエリートのですね、その今日の丸山王宮の弟子である、まあ、長沢芦雪がですね、なぜか、まあ、その避難の方に行ってこいと、丸山王宮に言われて、今日から離れて、いろいろ書かれたということで、で、その、まあ、なんと言いますか、こう、今日から離れて、和歌山県避難の空気を吸うと、なぜかこう、才能を爆発されて、絶頂期と言われているような形になってます。で、これはまさに福島の無量寺、まあ、通称、芦雪寺と言われるところの龍虎図なんですけれども、芦雪が無量寺以外にもその古座の清浄寺とかですね、どこだ、あとその富田の創造寺とかですね、のちょうど出てくる田辺の鉱山院さんとかにですね、こういったものを残しているので、まあ実は避難にこういった宝ですね、が実は残ってるっていうようなところです。次のページをお願いします。で、あと港の文化でいうと、やはりですね、まあ、これどこか皆さんご存知かわからないと思うんですけれども、まあ、三段壁っていう観光名所なんですよね。で、やはり半島っていう地理的優位性とですね、まあ、造船技術をですね、実はこれまさに平安時代の末期とかですね、発達させましてですね、まあ、瀬戸内海の実は制空権を、その制海権を握ってたんですよね。で、特に源平の合戦ではですね、その熊野海軍っていうんですけれども、熊野水軍、もしくはその熊野海賊っていう人たちがいて、まさにこの三段壁が秘密基地だったんですよね。で、そこから影響力を生じさせていたっていう歴史があって、非常に港の文化として強い、まあ、能力、歴史があるというふうな形になってます。で、あと最後で、次のページ行っていただいて、やはりあと、まあ、その後、江戸時代になってですね、これ、檜垣海戦っていうんですけれども、日本で一番最初に、まあ、京、もしくは大阪で、まあ、作られたものが、まあ、この富田浦ですね、富田の港からですね、実は江戸、東京に向かって出されて、で、また東京、江戸の荷物が、まあ、大阪、江戸に帰ってくる。この物流の根幹、まさに港ですね、っていう歴史がありまして、まあ、これはちょっと今、避難地域では忘れ去られている歴史文化ではあるんですけれども、すみません、次のページ行っていただくと、まさに今、南紀白浜空港さんがですね、まあ、我らが森重さんが おられる、まあ、我々副実行委員長を務めていただいているんですけれども、まあ、その歴史文化を踏まえて、今、やはり南紀白浜空港さんがこの地域の先頭に走っていただいているので、まあ、今回も南紀白浜空港さんに協力いただいて、まあ、現代 の港の文化、もしくは港の機能の最先端をですね、まあ、実行できればなというふうに考えているようなところです。長くなりましたけれども、次。で、あと、まあ、今回ですね、まあ、今までお伝えさせていただきました、こう港の文化と小森の文化を踏まえて、できたロゴはこちらなんですけれども、まあ、室と避難を
対応させて、あとこもると開くって何なんだろうというところで、こもる室イコール開く機なんて書いてるんですけど、この方程式って皆さん正しいと思われますでしょうかね。まあそういう意味では、あの室と機なんてほとんど同じ意味と使う、まあ、その考えていただいていいんですけれども、このこもると開くっていうのを実はイコールでつなぐことできないのかなっていうふうに考えてます。でこの今やっぱりローカリゼーションとグローバリゼーションの問題っていうのはやっぱりこう世界中にぎわしているような気もしますので、ちょっとこれに対する新しい解を提示できないかなというふうに考えてます。でやっぱりそのローカリティっていうのがやっぱりすごい重要だと私自身は思っていて、でちょっとこのあと先ほどのサムナンの話があったと思うんですけれども、やっぱり彼とか見てるとやっぱりそのローカルの事象を突き詰めればすごくグローバルな世界と直結するんじゃないのかなということなので、まあそのこもると開くがイコールでつなげるように、ローカルとグローバルっていうのも実はイコールでつなげたりできないのかなっていうふうに考えてます。で実はこの考えっていうのはすごい私自身水俣熊楠から影響を受けていて、で熊楠は、まあ、まさに顕微鏡で見るミクロコスモス小宇宙の世界とマクロコスモスで見る大宇宙の世界は実は一緒なんだよと。でそれは全部第一如来如来に還元されると述べていて、現代においてもその大きなものとか小さなものっていうのは実は連動していて有機的につながってるんじゃないのかなっていうことを今回のですね、キナーアートウィークでお伝えしたいなというふうに思ってます。それでは次のページをお願いします。で実はこちらサムナン、先ほど宮さんがお伝えいただいたサムナンの作品なんですけれども、これ実は動画我々一緒のもの持ってますよね。実は宮さん、はい、エディション1が多分宮さんで、私エディション3を持っていて、これ宮さんなんでこれ購入されたんですか、収集されたんですか。これ多分、制作されたのが今からもう、まあ、10年は前じゃないですけども数年前だと思ってまして、これ私シンガポールで開催されたシンガポールビエンナーレ、いわゆるシンガポールの国を挙げての芸術祭があるんですけども、そこでこの作品を見たんですね。でこれ実はこのどういう作品か画像を見て分かりにくいと思いますけども、真ん中にこう先ほどのアーティスト の柔和な笑みを浮かべた男性がですね、この泥水に浸かって、鍋というかそういうもので砂というか泥を頭からかぶってるわけなんです。でご覧いただくと分かるように、まあこれがまあ多分淡水だと思いますけども、まあ、ボートピープルではないですけど、こう水辺でこの半分多分ね水が増えたりして使っちゃったところ、劣悪な環境の中で、まあ、暮らしている人がいるわけです。でこの水草も生えて、まあ、どちらかというとこんなところに入ったら病気になっちゃうようなとこですけども、で遠くを見ていただくと、まあ、日本のさすがに東京は厳しいですけども、うん、地方中核都市のような街並みが見えると思うんですけども、実はこれ写真ですけど、まあ、本来動画なんですよね、映像なんです。でどういうことが分かるかっていうと、この手前に見えているのが我々が思い描く、まあ、なんていうんですかね、カンボジア、どちらかというと先進国よりは遅れているようなもので、向こうに見えているのが実は、皆さんカンボジア行かれたことあるか分かりませんけども、プノンペンとかに行きますと、まあびっくりするぐらい、現代的な都市なわけです。でこういったその今の国の実情みたいなもの、それからさっき、まあ、こもると、開くというふうにありましたけれども、我々が誤解している前時代的な側面と、まあややもすると、まあ、カンボジアに限りませんけども、アジアの国々の経済的なその上昇スピードというのはもう日本をはるかに追い抜いていますので、そういった面というのがこのたった1枚の写真、まあ、本来映像に凝縮されていて、彼がシンプルな動作でそれをつなげて見せると。でこの後実はまあお話をするんですけども、なぜアートなのかというところのヒントになるのがやはりこの作品で、非常に単純な仕掛けでさまざまなことを思い描かせる、そういう作品というところがやっぱりこの作品の魅力であり、まあ私はそのシンガポールビエンナーレの
内覧会ですね、一般に公開される前のプレビューを見て、まあ、すぐその扱いのしているギャラリーに電話をして、この絶対欲しいっていうことで、買ったっていうのがこの作品なんですけども。そうなんですね。あの私も、まあ、あのこれ一目見て、あ、もうこれだって思ったんですよね。やっぱりその感動したんですよね、そういう意味では。あのそういう意味では、その私もカンボジアに5年6年住んでて、あのカンボジアの国内に当然ながらこうアートのマーケットとか、もう言い方悪いですけど、ほぼゼロって言っても過言ではないんだと思うんですよね。なんですけれども、彼の作品ってローカルをただただ突き詰めていて、すごい現地主義なんですよね。で、現地を突き詰めて突き詰めていくと、すごいこう普遍的なものっていうのが見えてくるんですよね。で、そのエッセンスをこうアートっていう、こう世界中に通ずる、まあ、もしくは分かりやすい、まさに皆さんが言われたシンプルなものにして、でそれを80億人の人たちに全世界に輸出してるんですよね。もうこれビジネスマンとしてまず感動して、でまさにその文化の価値とか、まあ、価値観思想みたいなものを凝縮して輸出すると、それに共感する人がもうとんでもない価格で買って、まあ、そもそも購入されるような仕組みになっていて、でそこで得たですね、まあ、グローバルな経済で得た原資を、まさにあのこのサムナンとか、先ほど出てきた奥さんのベスナとかが、まさに地域のコミュニティに還元して、でそのまさにあの次の世代のアーティストとかキュレーターとか育ててるんですよね。でまさに同じことを我々も避難でやらなければならないし、私自身もまあ法律事務所をやってて、まあ、侍でもあるんですけれども、やっぱりこういうアーティストにもなりたいなというふうに思って、もうこの作品に私は感動して、まあ、その結果宮瀬さんとも接点をいただいて、この避難アートウィークにもつながってるっていうようなところですね。はい、ちょっと長くなりましたけど、次のページお願いします。はい、山本さんありがとうございました。ではちょっとここから私ご説明したいと思うんですけども、まあ、今のそのカンボジア人のアーティストクヘイ・クワイ・サムナンの作品の話で、なんとなくこのこもると開く、キナンの持っているローカルにして、グローバルな魅力を引き出すのに、アートがなぜ、まあ、手段という言葉を使いますけどもとして適しているのかっていうのを少しこう想像いただけたかと思いますけども、まあなぜではアートウィークじゃなきゃいけないのか、なぜアートだったらやれるのかっていうことをちょっと私の方からご説明したいと思います。スライド次をお願いいたします。はい、これ一番上にそのアートの、アート、まあその目で見る視覚芸術ですね、アートって言ってもいろんなアートがあると思いますので、この特徴2つありますけれども、一番上はですね、翻訳不要な視覚芸術、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、例えば、我々が英語の文学を楽しもうと思えば、まあ、基本的に翻訳、日本語に翻訳されたものを読むわけですね。あるいはフランス語や英語で歌われているオペラや、ポピュラーミュージック、ロックノールを聴いて楽しむ場合も、まあ、音楽、旋律は別ですけれども、歌詞、言葉の場合は当然翻訳が必要になってくると。ところが視覚芸術、ビジュアルアートはもう見るだけで理解できると。そして、まあ、これはあのビジュアルアート、アートに限りませんけども、一番アート全般に言えることですけども、一番大きなところというのは、やはり見たら見たなりの理解ができる。しかもそれ100人の方がご覧になったら100通りの見方考え方があって、そのどれもが正解であるっていうところが、やはり視覚芸術の持つものすごく大きな特徴だと私は思っています。でもう一つその下にあります、多様な価値観や他者との共存共栄へ向けたヒントと、あの現代アートは何かというと一言で定義をすることはできないんですね。まあ、1950年代以降のアートであるとか、現代的な、思想あるいは考え方を反映したものである、いろんな言い方ができると思いますけども、確固とした定義というのはないわけです。
ただもちろんなぜ現代アートというのかというと、まあ、ちょっと英語の話になりますけども、現代アートというのは実は翻訳された言葉です。まあ、現代美術もそうなんですけども、まあ、美術という言葉自体がもともと日本語といっても明治時代の外国語を翻訳してできた言葉ですから、美術という言葉自体もまあ実は日本の中では若い言葉なんですけれども、現代美術は翻訳した言葉、英語で言うとこれコンテンポラリーアートというんですけども、コンテンポラリーっていうのは現代のという意味もありますけども、同時代のという意味があるわけです。ということはどういうことかというと、ただ単に現代、今作られただけのアートはコンテンポラリーアートではやはりないのではないかと。で、その時代に作られるべくして作られた同時代性を、まあ、帯びている有しているものだけが本来の、まあ、現代美術、現代アート、まあ、いわゆるコンテンポラリーアートなんではないかということになるわけです。そうなりますと、さまざまなそこに同時代、日本人なら日本人、フランス人ならフランス人、男性、女性、若い、年取ってる、あるいはトランスジェンダー、いろいろなその人の環境とか、生きてきたこと、そういうものが反映されて、そこに問題意識もあるということになるわけです。ではこれがなぜ、キナンアートウィークのようなものと相性がいいのかというと、下の4つの絵をご覧いただきたいんですけども、一番左端、これ皆さんご覧いただいたことあると思いますけども、瀬戸内海に直島という島があります。これはあの福武さん、ベネッセグループですねの資材を投じて、ここが、ベネッセアートサイト直島ということで、直島や手島、犬島、そういったこの島々に、まあ、アートの一大、施設というか自然とアートを楽しむそういうものを作ったプログラム、瀬戸内国際芸術祭あるいは美術館、そういうものを作ったわけですね、ホテルも含めて。でこれが何を引き起こしたかというと、産業廃棄物が不法に投棄された島とか、同性恋でハゲ山だらけになった島、そしてお年寄りしか住んでいなかった過疎化が進む瀬戸内海の小さな島々を世界中から観光客が来る島に変えて、なおかつそこで雇用が創生されて若い人たちも移住してきたっていうことが起きるわけですね。そしてお年寄りも元気になっていくと。それから左から2番目のこの鏡のような、なんていうんですかね、ピカピカな、あのとても建物に見えない建物ですけども、これはスペインの、ビルバロという都市で、バスク自治州という自治州の中にある美術館なんですけども、グッゲンハイム美術館、ニューヨークにあるフランク・ロイド・ライトが建てた美術館の、まあ、支店になるんですけども、これをこういうフランク・オー・ゲイリーという建築家ですけども、この人の、とても建物に見えないような奇抜な、美術館の建物の中に、ニューヨークのグッゲンハイム美術館ではとても展示できなくなったようなものすごく大型のアート作品を置いて、これ開館したわけですけども、それまではもう造船業が廃れて、先ほど、まあ、バスク自治州って言いましたけれども、その独立機運が高くてテロが横行しているような寂れた都市が、今やもうスペイン有数の観光都市に生まれ変わると。たった一つの美術館がその大きなきっかけになっていると。あるいはその隣、これチームラボの作品なんですけども、お台場に新しいチームラボの常設展示をする美術館というのができまして、これがまあ開館1年もせずして230万人の人たちが、もちろんコロナ前ですけどね、訪れると。しかもその 60% が世界中から来た人たちであると。この美術館一つがお台場を生まれ変わらせて、世界中から日本独自のテクノロジーを使った新しいアートを見に来て、そして、もちろん経済的にもそこにお金を落としていきますし、日本の新しい技術と文化の側面を、まあ、見て持って帰って、SNS で発信する。一番右端、これ銀座6という、まあ、元銀座の松坂屋跡にできた新しいショッピングモールなんですけども、これ草間彌生さんの大きな彫刻ですけども、まあ、数ヶ月ごとにこういう一番中央の大きな吹き抜けに、アート作品を展示してるわけですね。これによって、まあ、デパート百貨店というどちらかというと今残念ながら衰退傾向にある
産業が生き返ったわけです。同時に、まあ、ルイ・ヴィトンが村上隆さんや草間彌生さんと一緒にコラボレーションするのも、ファッションというワンシーズンで死んでしまうようなものを長く寿命を持ったもう少し、長生きできるものに変えていくために、まあ、手を取り合うとか、いわゆるその衰退あるいは何らかの問題がある産業とか、うん、経済活動をリボーンさせる生まれ変わらせる力がやはりアートにはあると。でこういった、まあ、今成功事例をお話しましたけども、全てが、まあ、アートを使ったからうまくいくということではないですけども、まあ資格100人いたら100通りの理解という引き金、それを引き金にしてですね、今回は避難の誇る、先ほどローカルは、グローバルというお話がありましたけども、その歴史文化食あるいは伝統的な産業、それから地域コミュニティと、まあ、アートを掛け合わすことによって、まあ、ものすごく大きなですね良い化学反応をここに起こすと。そして、まあ、昔は先ほど山本さんがおっしゃったように、富田港から船でそれを日本あるいは世界に輸出というか、移していったわけですけども、これを、まあ今回ご協力いただいている、まあ、今の富田港は何かというと、やはり南紀白浜空港さんになりますので、南紀白浜空港さんとともに、まあ、アートという手段を使って、まあ、和歌山の素晴らしいものをローカルからグローバルに展示ていくということを考えてます。でちょっとだけアートについてもう一言だけ言うと、次のスライドをお願いします。でなぜ現代美術、さっきちょっと話しましたけども、これ1917年にマルセル・デュシャンというフランス人のアーティストが作った作品です。泉っていう作品なんですけど、これ実はあの男性が立って用を足す便器を、まあ、横にしただけの作品なんですけど、これがあの現代アートの、始祖、起源と言われるような作品なんですね。なぜかというと、これ実は何も作ってないんです。あのサインを、偽のサインを便器に入れただけなんです。じゃこの作品がなぜ現代アートかっていうと、これがギャラリーとか美術館に置かれた瞬間に、皆さんもそうかもしれないですけど、そこに出会ったら、あ、これ便器に見えるけど、もしかしたら、価値があるもんじゃないか、高いんじゃないか、貴重なんじゃないかっていうふうに思うわけですね。これはこの作品というよりも、その作品、この便器を持ってくることによって、ギャラリーとか美術館というその場所や空間が持つ特殊性や特権性をあぶり出すと。これこそがやっぱりさっき申し上げた現代美術の同時代性とか問題を視覚で単純に見せると、デュシャンから、クエイ・サムナンに至るまで現代美術の優れたアーティストたちが作品で見せてくれることってのはいつもこういうことなので、こういった作品を、まあその避難にしかない素晴らしい場所で展示することで、その場所と地域の皆さんと現代アートのパワーが掛け合わさって、もっと大きな力になるっていうのを、この避難アートウィークで、私たちはこの実証していきたいというふうに考えております。ということで次のスライド、ちょっと一個だけ対談したいんですけれども、はい、対話したいんですけれども、はい、その宮さん考えるそのアートの定義といいますか、私自身は今ですね、こうアートをどう定義するかっていうことを、まあ、考えていて、こう私自身はもう先ほどのサムナの作品を見て感動したっていう発言をしたんですけれども、もう何でしょう、すごいいわゆるその西洋的にはそのアートの定義ってすごい狭い気がするんですけれど、僕はもっとなんかこうアートの定義をもっと広めていくべきだなっていうふうに考えていて、まあ、そういう意味で感動したらアートなんじゃないのか、その意味では別にアーティストはもちろんのこと、もうサラリーマンの方でも農家の方でも弁護士の方でもお医者さんでも総理大臣でもみんなアーティストって言っていいんじゃないのかなっていうふうなことを考えてるんですけど、これってどう思われます？私が思うのに、その、まあ、私こうコレクターでもありながら教育者でもあるので、アートっていうとやっぱ芸術っていうことに、まあ、日本語に翻訳するとなると思うんですけども、じゃあ芸術は何かって言った時に、まあ、いろんな捉え方あると思うんですね。で
ここが日本語と英語のその解釈の難しいところですけども、まあ、アートと呼んでもいいのかもしれないですけども、例えば人を感動させるようなものっていうのは、他のものと異なった強い、感動を呼び覚ますような特徴があったりですとか、あるいは他の人が当たり前と思って見逃している、違う魅力とか別の視点があったりということになるので、これが、まあ、アート芸術と言うべきなのか、あるいはクリエイティビティ創造性と言った方がいいのかっていうところは、まあ、多少あると思うんですけども、山本さんがおっしゃってるように、人を感動させるものが芸術なのか、あるいは創造性とか創造物なのかっていう意味では私も大きく違わないというふうに思っています。で、今や、現代アートで言うと、それがアート作品なのか、優れた革新的な例えばビジネスだったりゲームだったりするのかっていうのは、多分視点によって決められるぐらい両者っていうのは近づいてる。まさにこもると開くじゃないけれども一周回って気づいてみると背中合わせになってるんじゃないかなっていうような気はしています。ありがとうございます。あともう一つ、すいません、あとそのアートってこうベラボーに高いと思われ、現代アートとかベラボーに高いと思われてると思うんですけど、そのアートの価値がなぜ高いのかっていう私なりの仮説なんですけれども、はい、やっぱりそのサムナンとか誰だろう、あとまあ田舎の作家さんと話してると、僕はなんとなくこの価値観の高さからその価値の高さが来てるんじゃないのかなっていう気がしていて、というのもやっぱりこうサムナンとかはこう、こんなカンボジア嫌だと、こんなもともとあったカンボジアの世界でみんな楽しく仲良く家族仲良く過ごしたいんだ、 でもそれってそのすごい普遍的なことだと思うんですよね。で、きっとそれを主張する思想とか価値の高さがあるから、きっと多分その価値も高くなるんじゃないのかなっていうふうなことを考えてるんですけれども、これってどう思います？結構あれ だと思うんですけど、はい、あの大きく違ってないと思いますけど、もうちょっと整理して言うと、やっぱりそのさっき現代アートと言ってましたけれども、レオナルド・ダ・ヴィンチも1500年代には現代アートだったわけで、それがまあこうやって、500数十年経つと古典になる。で、印象派も当時は、まあ、ものすごく革新的だったわけですけども、それが21世紀になったら近代の美術になると、現代ではなくてと。で、これどういうことを言いたいかっていうと、優れたその当時の同時代性を併せ持った作品っていうのは必ず数百年長生きして古典になるっていうことなんです。だから、現代アートの作品で高いものが、その確率はどん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 高いものほどその確率が高くなっていくわけですけれども、100年200年その重要性が生き残って、未来の人たちから見て未来の人たちにも何かを示唆するようなものを持っているものが、まあ、今見ても今の時点でも価値が高いものだということになるわけです。で、その価値を表現するのが何かというと、一つはお金、貨幣になるわけで、それに早く気づいた人ほど安く買えるわけです。ですから、グヘイサムラン、私一番目を買った時は、まあまあ言わないですけど、数十万ですけど、山本さん買った時はもうもっと高くなってるわけです。はい、この後、はい、全然違いますね。もっと高くなるっていう、そういうことなんだと思います。で、レオナルド・ダ・ヴィンチが今買うと、まあ、数百億になるっていうことなんです。なるほど。あとすみません、もう一個だけ、あのそれをその保持する収集するってどういうことなんですか？もうそこはそのコレクターである皆さんに。これはあの僕それ人それぞれだと思うんですけど、私がなぜそれをするかというと、まあサラリーマンですから、当然その、まあ、今は、学者教育者ですけども、まあそのとんでもないお金を持ってるわけじゃないわけです。山本さんの方がまああの多分、お金的には裕福だと思うんですけど、そういうもちろん制限があるからっていうのももちろんありますけれども、やはりその人に知られていないものでその中に素晴らしいものがあると、そこで私がお金を出してまだ有名じゃない人を買うことによって、彼らの生活を支えられないまでも次の作品の材料代ぐらいにはなるお金を払えると、明日は1週間の食費や家族のお金を払うことができる。これが私あの、なんですかね、重要なことで、今度その彼らが例えばクエイサムナンのように成功したら、
その海外で価値が上がって稼いだお金で地元の、まあ、若いアーティストたちとかキュレーターを育てるために巡回していくと。だからその大きな食物連鎖みたいなところの最初って、不思議なことにお金持ってる人が素晴らしいものを見極められるとは限らないので、そこの嗅覚を高くしておけば、まあ、食うや食わずで困っているうちに買うというのは私のコレクションを充実させることにもなるんですけども、一方でそういうアーティストがキャリアを続けられて、大成していくことにもつながってくるっていうのが私のコレクションの大きな、ポイントかなというふうに思ってますけども。ありがとうございます。あとはもう一つやっぱ天才の考えを買うっていう言葉、僕はすごい宮さんの言葉の中ですごい刺さっていて、なんかすごい小さなことで悩んでるのにこんなこと考えるんだ、こいつったらぶっ飛んでんなっていうのを少しでもやっぱ吸収できるっていうのはすごい意味があるし、これって学びとか、まあ、感動するとかってことと一緒なんですけども、お金にならないことだと思うので、本当になんかそれってアーティストから僕は学ぶことは全然こう お金の問題じゃなくて素晴らしいことだなって思いますね。はい、すみません、ね、ちょっと長くなってしまいましたけれども。いやいや、やっぱりそのお金は誰にとっても必要なので、そこは重要だと思いますし、天才の考えに、まあ、入場料払うようなもんですよ。アドベンチャーワールドでパンダを見る、素晴らしいそのシャチのショーを見る、それはもう何千払うに値する価値というのと同じように、天才の考え方を買うのに、まあ、数十万、数百万、人によっては数億円を払うっていうことなんだろうなというふうには思ってます。はい。ということで、アートの価値みたいなところを話してたんですけども、はい、じゃあ他の芸術祭、他の、まあ、日本にね、たくさん芸術祭ありますけれども、そこと何が違うのかっていうことについても、だいぶね時間が、押してますけども、先ほどそのね山本さんが私は別にアート作品じゃなくてもアートだと思うという思いを、まあ、実践されてるそのキナアートウィークに先立つアクションがありまして、それをちょっと教えていただいてもよろしいですか。わかりました。どっちから、まあ、まずは一つ目は、すみません、次のページお願いします。もともと実はこの企画ってですね、私実は本業が法律事務所やってるんですけど、専門がインフラ、日本のインフラを輸出するプロジェクトばっかりやってるんですよね。空港の運営とか、あと電力、あと道路、あと上下水道、まあ、うちの父親が設備屋だったこともありまして、結構そのエンジニアとか建設業のおっちゃんとすごい相性がいいっていう部分がありまして、まあ、そういうおっちゃんたちのサポートをずっとこのアジア地域でやっていたんですけれども、やっぱりこうどんどんこう日本のインフラ輸出っていうのが、競争力あるのかなっていうふうに怒られるかもしれないんですけれども、感じることが多くなってまして、そういう意味ではこう日本のインフラ輸出のために、まあ、本業ですけれども、何ができるかなってことをずっと考えていて、で、その価値のあるインフラって世界中の人が、まあ、そういう意味でアートと一緒なんですけれども、いくらでもいいから使わせてください、買わせてください、アクセスさせてくださいっていうもの。で、そんなインフラって、作れないかなと。で、その時にそのチャンギ空港、まあ、シンガポールのチャンギ空港の研究をずっとしていたんですけれども、彼らってやっぱりその飛行空事業でやっぱ稼いでるんですよね、まあ、その飛行機飛ばすとか空港を使わせるというよりか、ハブ空港としてシンガポールの空港を使っていただいて、いろんな人にお金をこう落としてもらう、まあ、物販とかテナントビジネスで成り立ってるんですけれども、日本の空港もそれやらないとダメなんじゃないのということで、まあ、もう去年あたりは燃えてまして、でそこで実は宮津さんに相談したら、俺そういえばそのアートと空港 の委員会とかずっとやってたよということでお話をしていて、実はここから始まったんですよね、宮津さん。そうです、はい、私もさっき申し上げたようにアジアの国々、もうコロナ前は本当に秋の芸術ハイシーズンというと毎週末、まあ、日本じゃなくてアジアの国で公演をしたりレクチャーしたりしてるぐらいだったので、まあ、今山本さんがお話になったチャンギ空港もそうですし、あるいはインチョン韓国ですね、あそこにある、まあ、IR と呼ぶにはあまりにも IR っていう意味が通じるか分かりませんけども、要するに韓流スターのコンサートから世界的な DJ のクラブから、草間彌生ダミアンハーストといった、まあ、世界的なアーティストたちの作品から、まあ、豪華な、ブティックから高級ホテルから全てがカジノとともにあるパラダイスシティを見たり、
まあ、チャンギ、インチョン、まあ、そういった飛行場を見たときに、果たして今後日本の飛行場や飛行場を核とするその地域が世界の人たちにどう受けられるか、これ一本でも多く飛行機をやっぱり来てもらわなきゃいけないですし、まあ、アジアからヨーロッパ、アメリカに行く飛行機は、インチョンなのか、まあ、北京もものすごい飛行場できてますから、ザハ・ハディッド、日本は実現しませんでしたけど、国立競技場で実現しなかった、ザハ・ハディッド、亡くなってしまいましたけど、彼女のデザインする新しい飛行場とか、そういったアジアの飛行場が、非常に大きくなっていく中で、日本はどうなるんだと言ったところで、まあ、そういう委員をやっておりまして、なかなか、私の申し上げたことが実現化ならないということで、じゃあ、ぜひ和歌山で成功事例を作りたいというところで、私も非常に熱い思いを持って、まあ、これに取り組んでるわけでございます。ありがとうございます。まあ、その実は南紀白浜空港さんとお話しさせていただく前に、日本に地方空港含めて110、120個ぐらいあるんですけれども、そのうちの10個ぐらいは実はお話しさせていただいて、やっぱりそれ何の意味あんの、アートと空港を掛け合わせることってお金にならないよね、どんな意味があんのっていつも言われて非常に苦しい思いをしていたんですけれども、本当に南紀白浜空港さんとお話しさせていただいて、即決でやろうということでご承諾いただいて、まあ、そういう意味では今回はこうアートと空港の実践、もしかしたら日本で初めてかもしれないですね、の場になって、ここでノウハウを蓄積して、このノウハウを、まあ日本の今民営化、空港化が進んでますけれども、そこにノウハウとして輸出していく、もしくは世界の地方の空港ですね、がおそらくどこも困っていると思うので、そこに価値のあるインフラとして南紀白浜空港から輸出していくようなことができたらいいなと、まあ、ちょっと10年、20年、30年の話になると思ってますけれども、考えているようなところです。まあ、そこが一つの強みになっていけばいいかなというふうに思ってます。で、次のページお願いします。でもう一つはやっぱりですね、すごく私自身は第一次産業と第二次産業が、まあ、この重要だというふうに考えていて、非常にワケーション自体は素晴らしいと思いますし、まあ、第三次産業の担い手をこう、このいわゆる避難の地域にこう連れてくるってことはめちゃくちゃ重要だと思いますけれども、でやはりもう確実なのは、もう今後競争はめちゃくちゃ激しくなると、もうまさに今私も世界中で仕事やってますけれども、まあ、こう世界中でこう法人税を減税していろんな会社を誘致しようとされてるんですけれども、どこの国も同じことやるので、こう競争激化でまさにペンペン草も生えないような状態になっていて、それを踏まえると長期的にはですね、やっぱりその第一次産業、第二次産業の担い手の方、その土地、まあ、まさに避難から離れられないので、そこでやっぱり 1% でもいいので、こう、前述した、まあ、現代アーティストの方々のようにですね、全世界中から避難の農家さん、もしくはメーカーの方が外需、外貨を獲得できるようなきっかけになればいいんじゃないかなっていうふうに考えてます。もちろんワケーションも重要なので、こう、まあ、まさに長沢ロセスとかが当時京にいて、ここの避難の地域に来て、あ、そういうことかと、絵を描くとはそういうことかみたいな感じで、まあそのひらめいちゃったりするっていう観点からは、まあ、非常にアートと相性はいいと思うんですけれども、とにかく私は一次産業二次産業にコミットしていきたいなというふうに思ってます。で、すみません、次のページお願いします。で、まあ、まさに今こういった対談シリーズをですね、こちら井上さんという全米農園さんというところで対話をさせていただいて、このキナアートウィークをですね、こう勢いのあるその力をこれから蓄えたい農家さんとかとですね、その協議しながら全世界の輸出の機会になってほしいなっていうふうに考えてます。そういう意味ではこうアート的な発想、キナンって何なんだろうと、避難ってどういう場所なんだろう、なんで日本人はみかんを食べるんだろうとか、なんで避難の人たちはみかんを育てるんだろうとか、そういうところからですね、こうブランディングをやっていって、こう全世界の輸出に近づけていきたいなというふうに考えてますので、まあ、今回の避難アートウィークでは特に第一産業第二産業にコミットしていきたいなというふうに考えています。 で次のページ、まあ梅農家さんとかもうすでに農家さんとは4件ですかね、
セッションさせていただいて、今後あのホームページの方で、まあ、まさにみかんはアートか梅干しはアートかみたいな形でアップしていきたいなというふうにあの考えてます。はい、宮さん大丈夫です、ここまで。はい、これまあ、その第一産業農家の担い手さん、伝統的な農作物の話もそうですけど、もう一つはその先ね、冒頭であの困った息子ですという T シャツ着てましたけれども、困った息子が今まあ、大きくなって故郷に帰ってきて、まあ、現在の困ってないかもしれないですけども、息子さんや娘さんたちが、山本さんのように世界で活躍できるような活動もされてるんですよね。それもちょっとお話しいただいてよろしいですか。はい、分かりました。まあ、その特に、まあ、2点目は一次産業、二次産業もそうなんですけど、やっぱ教育ですね。これまさに、これ田辺中学校、次のページはおそらく、その私の母校の富田中学校なんですけれども、まあ、どんどん、まあ、機会が あればこの中学生、小学生でもいいです、で高校生とかとの対談をやっていきたいなというふうに考えてます。やっぱり東京と なんか世界のグローバルとシンガポールとかロンドンとか、まあ、まさにタイとかに今住んでますけれども、もう明らかに避難、まあ、自分のおへそがある場所ですね、光り輝いてますし、きっとこれからグローバルな仕事ってあんま海外に行く必要ないんじゃないのかな。実は私もそんなに英語が得意だわけでもないの で本当に多分価値のあるものっていうのはみんな売ってください、売ってくださいということで多分取りに来るようになると思うんですよね。なので普通に避難にいながら、まあ、その誇りを持って自分たちの文化って全く他の国と対等、もしくはそれ以上でやれるっていうことを知ってもらうし、私自身もそう思ってるので、そのような形で伝えるような活動をやっていきたいと思いますし、私もこの10年カンボジアとかタイとかインドとかでビジネスやって感じたのは、やっぱりそのとにかく日本はこう内需市場主義で人口が増える、 GDP が増えるところでビジネスやるのは得意で、とりあえずこう アジアでのビジネスも一緒にこう人口と GDP が増えるところに安くするんでいっぱい買ってくださいってい こうビジネスモデルで成り立ってきたんですけれども、やっぱりそのそれをやるにはすごい体力も資金もいりますし、結局その例えばタイとかインドとかですと、やっぱり自国民の政治家が自国民が自国民の政治家を選ぶ以上は、やっぱり外国人が自国の内情を触る以上はきっと多分その邪魔になってくるんですよね。なんで逆にその長期的な関係築けないんじゃないのかなっていうふうに感じていて、むしろそれだったら避難から、もしくは日本のどっかの都市から全世界に直接輸出、全世界型輸出をやっていくっていうことがすごい重要なんじゃないのかなというふうに考えてます。あとすいません、6ページに行っていただいて、やっぱりこれあと私自身が今その法律事務所をやっていながらやっぱり感じることは、やっぱりその能力とか技術編集の、まあ、その教育もそれはそれで仕方ないんだと思うんですけれども、やっぱりその弁護士とかエンジニアさんとかと話してると何が起こってるかっていうと、やっぱりその能力技術って僕はやっぱりこう遠心力を生み出すことが多いなって、まあ、合理的で効率的で皆さん頭いいんですけれども、なんかすごい客観的で分析的で批判的で否定的で受動的で無責任で、なんか自分だけでは自分だけ良ければそれがいいみたいな感じになっていて、こう能力技術ばっかり突き詰めるってことってどうなんだろうなと、まあ、それはもちろん重要なんですけれども、で他方やっぱりこのアートの世界を見たときに、やっぱり美意識ですね、まあ、思想とか哲学ってもしかしてちょっと言い過ぎかもしれないんですけれども、やっぱりカンボジア人には僕は美意識あると思うんですよね。やっぱりその時々こう非合理的な非効率的なことやるんですけれども、自分がある人ってやっぱり人の話を共感的に聞いて主体的で当事者意識があって、なんかすごい全体最適されているなと、まあ、そういう意味ではカンボジアの人とかって田舎なんですけれども、こう泣いてる子供がいたら一歩目がめちゃくちゃ早いんですよね、もうすぐ助けに行くと。でもそれって自分の中にこう美意識とかこう思想みたいなものがきっとあるので能動的に動けるんですよね。なのでこう能力技術の方はまあこれからとして、こう思想とか哲学とか美意識みたいな教育っていうのを、まあ私としては徹底的にやっていきたいなというふうに考えています。はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございました。まあ、だいぶ時間もしてきましたけども、今、山本さんにご説明をいただいたようにですね、キナンアートウィーク、いろいろなその、目的を持っています。その中の一つが、現代の富田港である門旗白浜空港から、本当に優れた、キナンのさまざまな、知恵の結晶としての、これみかんだったり梅干しだったりいろんなものだったりするんでしょうし、あるいは何かのノウハウみたいなものかもしれませんけども、こういうものを輸出すると、現在山本さんがされているビジネスにとシナジー効果が高いというか、非常にそれにフィットした形でそういうアートウィークだけではなくて、そういうことにもつなげていきたいと。でもう一つ、大きな特徴がですね、大体こういう芸術祭ってこう地元の税金を大量に投入してたり、国家の税金、国税を大量に投入したりしているものがほとんどだと思います。これは皆さんご覧になると分かるんですけども、このキナンアートウィークはそういう意味で非常に、なんていうか小規模なところから始めていますし、山本さんに関して言うと、ある程度資材を投じているし、私もどこまでを仕事どこまでがボランティアかっていうのはあれですけど、今のところこう手弁当で全てをやってるのと、もう一つ、先ほどコレクション作品って言いましたけど、それをうまく役立てて、そこにお金をかけないようにするという意味で、多くの血税を投入して、その結果、果たして本当に地域にふさわしいのかという、そういう問題を回避できる構造で当初スタートしているっていうところが、他の芸術祭と私は大きく違っているし、これは今後どこでも可能なことではないですけれども、一つ今までと違う動きなんじゃないかなというふうに思っております。ということで最後のパートに行きますけども、ではキナンのどこでやるんですかと、どんなアーティストが作品を見せてくれるんですかという話に移っていきたいんですが、ちなみにアーティストに関して言えば、先ほど申し上げたように世界的なアーティストの参加を見込んでおります。それから地元のアーティストも毎回、1人から数名何らかの形で、このフェスティバルに参加いただこうと思っています。ただしこれからご説明するように、その場所でアーティストやアーティストの作品と場所、地域コミュニティがケミストリー、化学反応を起こさなきゃいけないわけですから、ある程度場所ありきという言い方が適切か分かりませんけども、そういう部分がありますので、アーティスト今交渉を進めていますけれども、そこは場所が決定した後に徐々に皆さんに公表していきたいと思います。で、本日は場所の話から進めていきますけれども、決まっている場所と逆に、このセッションを通じてですね、私どもからのラブコール、これぜひやりたいっていうのも含めて、ちょっとお話をずずしいですけどもさせていただきます。山本さんお願いします。ありがとうございます。次のページ、一番目は、南紀白浜空港さんの、まさに我々の始まりの場所であり、今回のコンセプトの中で一番重要な現在における港の文化って何なんだろうというところを表現するために、南紀白浜空港様からすでにご承諾いただいて現在キュレーションを進めているというふうな形になっています。で、次のページお願いいたします。で、やはり私の何でしょう、母親がアドベンチャーワールドで日本で初めて女性の写真の調教師をやったっていうこともありまして、今回アドベンチャーワールド様に非常にご協力をいただいて、アドベンチャーワールドの中でですね、展示をさせていただきたいなというふうに思ってます。で、本当にイルカショーだとかですね、あとそのパンダの数は、日本最大っていうこともありまして、そういう意味ではこう人と、ブッダじゃないですけれども、人と、動物の関係とかって何なんだろうとかっていうことを、ちょっと深めながら考えていきたいですし、あと、創業者の、アドベンチャーワールドの創業者の方って、もともと建設でゼネコンで入っていた ところをデベロッパーさんが確か飛んでしまって、それを男気一本でこうゼロからやってしまったっていう経緯とかもあったりしますので、ちょっとそういった歴史的な側面とかも加味しながら、適切なもしくはベストマッチする作品を、提示できればなというふうに考えてます。はい、
であと、まあ、やはり私自身あの東洋思想、先ほどお伝えした岡倉天心、まさにその耳長田熊楠とかですね、まさにあのこの熊楠顕彰館さんとかも、まさにあの熊楠が住んでいた家ですね、この写真は。でお隣に私が高校3年生の時にあの確かあの顕彰館さんができてピカピカだった場所だったんですけれども、あのそことかまさにあの熊楠の思想と、あときっと多分あの森羅万象の、ものが一つにあのこの回帰していくっていうような、こう太一論とか東洋思想論みたいなものと、おそらく日本じゃなくてもきっと多分世界で同じようなことっていうのがあちこちで起こってるので、それとマッチするような作品とか、もしくは若手のね、あの耳の穴くまぐすを触あの研究してるような方と何かシンポジウムとかワークショップとかできたらいいんじゃないのかなっていうふうにあの考えてます。はい、あとこちら先ほど出てきた、まず長沢芦雪の時に出てきたあの長沢芦雪さんの作品が、まあ、まさにあの収蔵されてるあの高山寺さんですね。でまさにあの高山寺って、私田辺高校の野球部時代にこの階段をひたすら走って、まあそういう意味では非常にお世話になったというか、まあ、苦しい思いしかないんですけれどもあのこの高山寺さんとかに私個人としてはあのお返し、まあ、いろんな意味でお返しをさせていただきたいなと思っていて、で一度あの住職様ともお話しさせていただきましたけれども、非常にあの仏教のみならずあのまさにこ の, あ の, その熊楠の霊性、まあ、あのその熊楠も実はあの高山寺に お墓があったりするんですけれども、あとその広報大使が作った、まあ、まさに熊野古道、もしくはあの高山寺のこもる文化とマッチしますし、あと、まあ、もともとこちらの高山寺さんって貝塚だったんですよね。5000年以上の歴史を遡ってコンテキストを踏みながら何か新しいこう展示の仕方とかできたらいいなというふうにあの想像しているような次第でございます。はい、あとそうですね、あと最後にやっぱりあのホテル川久さんですね。あのまさにこ の, そのギネスに登録された日本一世界一 の, あの金箔天井がありますので、まさに紀南が誇る贅を尽くした凄まじいあの建築物ですので、何かこちらと私がコラボできたらいいなというふうに思っていているというようなところです。はい、宮さん何か補足ありますですか、ありますでしょうか。あ、はい、まあ、あの先ほど申し上げたように、南紀白浜空港さんとアドベンチャーワールドさんはすでに、まあ、あのどの場所でどういうものを見せるかというのはまだですけども、展示会場として、まあ、ほぼほぼご承諾をいただいている状況ですけども、他の場所に関しては、まあ、山本さんも私もこんなことしてみたい、こんなことできないだろうかという夢を膨らませて、まあ、ラブコールを今している最中でございますので、まあ、1箇所でも多くこういうところで展示ができていけたらと。あの作品をただ見せるということではなくて、先ほどから何度か、まあ、しつこいぐらい申し上げましたけど、掛け合わせることによってそこでしか見られない、まあ、作品体験をしていただきたいなというのを考えて今、交渉を含めた準備をしているところでございます。で、まあ、本当は1時間ちょっとぐらいで私と山本さんのお話を終えるはずだったんですが、だいぶこう長引いてまいりまして、まあ、あのここで一旦今日の予定のお話は我々の終了していきたいと思いますけども、もしあのどんなことでも結構なんですけども、まあ、ご質問とかご意見があれば、ぜひ受けたまわりたいと思いますけども、森重さんすいません、ちょっとバトンを戻したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、宮津先生、藪本さん、どうもありがとうございました。皆さんあのご質問あれば、あのチャット欄の方に、どんなあの些細なご質問でもいいですので、ぜひお二人にいろんなご質問を、いただければと思います。と今、ご質問一ついただいておりまして、新たな港として、アジア初の民間商用ロケット発射場である、スペースポートキー、串本、桂のやつですね、はい、が今年、避難エリアに立ち上がりますが、そちらとの、連携は今後お考えでしょうかというご質問をいただいております。いかがでしょうか。やりたいですあの本当に港の先端ですよね、宇宙行っちゃいますかというところで、あの非常にあの まさに今すさみ
福島ですかね、あたりで注目されていると思うんですけれども、ぜひ、まあ、ちょっと今回はなかなか難しいかもしれませんけれども、まあ、先ほどお伝えした通り、まあ、経済、あと教育、あとまあその民間の活力を活用した形で、まあ、持続可能性のあるプロジェクトとしていきたいなと思ってますので、また今回一回きりっていうわけではないので、まあ、これがビエンナーレ形式になるか、トリエンナーレ形式になるかは分からないですけれども、まあ、そういった形でどんどん場所、設置場所、あとアーティストとの関係性も増やしていきたいなというふうに考えてます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問参ります。アートの展示場所についてですけれども、まあ室内だけではなく外の空間は考えられてないでしょうかというご質問いただいております。いかがでしょうか。はい、まあ、その場所を使っていいかどうかという問題があるのと、まあ、いつ見せるのかですね、夜間に限定した場所であれば、そんなに大きな問題はないんですけども、昼間も展示を見ていただく場合には、まあ、屋外に限らず、外光が入るところは、なんですかね、映像作品のような作品ですと、見にくい状態があったりします。ただ、今回の1回目で可能かどうかわからないんですけども、まあ、私どもの方でも屋外も含めて、まあ、先ほど申し上げたような場所と、作品の、まあ、掛け合わせで、パワーがアップするような展示というのを考えていますので、今回1回目で可能かどうかわかりませんけども屋外も含めて考えているというのが今の状況になります。はい、商店街企画とかもしかしたら共有いただいてもいいんじゃないですか。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。ではもう一つ次の質問に進みます。はい、和歌山が日本全国や、全世界に誇るコンテンツとして、まあ、ぜひ継続的な取り組みインフラとしても成長してほしいと、思います。そのためにはその土地に住む人間が関わり続ける必要があると思うのですが、継続開催について、地元の方との関わりは、どのようにお考えでしょうかと。で、まあ、この方避難出身ではないのですが、推進側として何か関わっていくことは可能でしょうかというご質問をいただいております。継続開催についての、まあ、地元の方との関わり方と、あとは、まあ、推進側として何か関わっていくことはできますかというご質問です。はい、まあ、こちらにつきましては、まあ、私自身ちょっと地元っていう部分もあるんですけれども、やはり、まあ、その意味ではその空港さんが果たすその機能っていうのは非常に大きいなと思ってます。で、まあ、その地方空港さんっていうのは非常にその関係各所、まあ政治家さん、観光庁さん、あと地方の各種プレイヤーさん、まあ、民間事業者様含めてネットワーク化されてますので、やっぱり空港さんとご一緒させていただくっていうのは一つ大きな、まあ、円滑化というか継続化に向けては非常に重要な要素になっているのかなというふうに考えてます。で、我々自身も非常に現在の Facebook フォロワーさんとか見ても1万人以上はもうその海外の方で注目されているふうに感じているんですけれども、最優先はもう地元ですので、まあ、その寄付とかもですね、1万円とか5000円とか1000円とかでもいいんですけれども、ぜひ地元の方からのご支援ご協力を最優先させていただいて、まあ、そういう意味ではその資金とかの面もあんまり外からお金を入れるっていうことはあんまり考えてなくて、その地域の人たちと一緒に作っていくっていうことを最優先に、まあ、考えてるっていうようなところですね。はい、あと、まあ、これも山本さんと、まあ、話をしてるんですけど、まあ、今この現状であまりその将来のことを語りすぎてもいけないのかもしれないんですけれども、まあ、一つはそのコロナということもあって我々今そのリアルな、展示とか体験とともに今日の、まあケミストリーセッションもそうですけれども、こうオンラインというかこういうものでやっていると。で、当然その世の中すべて DX化ということになっていますけれども、まあリアルとまあバーチャルというかそういうネット環境の中でということを考えたときに、展示やその、まあ、マッピングとかいろんなものをそういうところと融合していきたいと。で、先ほど申し上げたような第一次産業もそうですし、まあ、
どこにいても誰もがこの何て言うんですかね、支援に参加したり一緒に仕事ができるというのは、このネットを使った仕組みの強さということで、これは地元の方に限らずどこにいらしても、お手伝いいただいたり一緒に何かできることは歓迎しているのが1点と、もう1つは先ほどの瀬戸内の事例ですけれども、今後この避難アートウィークや先ほど藪本さんがお話しくださったような避難地域のもの、その知恵の結晶の何、まあ、みかんだったり梅だったりノウハウだったり、こういうものを輸出する、あるいは日本国内の他の地域に使っていただくようなことで、まあ、雇用を創出できるところまで持ってきたいという思いで今、裾野も広げつつ、まあ、深く掘りながら進めているというところではないかなというふうに考えております。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこちらでお時間が来たんですけれども、いくつかコメントとご質問いただいているので、最後、そのあたりご紹介させていただきます。まあ、あと先ほど の外とかでもアートできないかとかっていうところに対して、まあ、ご意見として、まあ、天候に耐えないといけないですが、まあ、避難の豊かな自然環境を生かした場所とかどうでしょうかといったようなコメントとか、あとまあ野外空間だと例えばまあみかん農家さんとか梅作り農家さんとか、まあ、そういうところとのご連携もいかがでしょうかというようなコメントをいただいております。ありがとうございます。あと、このセッションは次回もまたあるんですかというご質問いただいておりますが、これはありますということでよろしいでしょうか。はい、はい、はい。あとちょっとお時間過ぎてますけれども、最後にコメント一つ紹介と、あと最後の質問に回答して、本日終了したいと思います。参加者の中で、白浜町長の、伊谷さんからコメントをいただいておりまして、本当に楽しみで今からワクワクしていますと。で、今日のセッションもすごい良かったです、分かりやすかったです、避難小域で取り組みたいですねと、白浜町長からも、コメントを今いただいております。ありがとうございます。あと最後の、ご質問ですけれども、ちょっとクイックにご回答いただければと思いますが、今後日本の一次、二次産業を、海外に輸出するにあたっては、まあ、どのようなアピールがいいとお考えでしょうか。今回のアートではどのようなアピールをされる予定でしょうかというご質問をいただいております。最後ご回答お願いします。はい、まあ、これはまさにいつも聞かれる論点でちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけれども、やっぱりですね、私海外で日本のものを売ってくれっていうご相談、この実際法律事務所っていう本業やりながらずっとやってきたんですけれども、典型的に売れないパターンは日本の技術を使ったジャパンなんたらっていうのは全く売れないです。なぜなら売り方がですね、まあ、この日本の技術がそもそも高いのかどうかわからないんですけれども、その日本のものをこう現地にローカライズし無理やりして品質とかを落として劣化版を輸出しているような気がするんですよね。で、その結果なんかこうそのパラドックスというかそのコンプレックスでジャパンがめちゃくちゃ前に来ちゃうんですけれども、そうなればなるほど消費者からすると魅力のないものになってしまってるのかなっていうふうに感じてます。で、それに対する私の対案はその日本とかで売るのではなくて、このなぜまさにこう日本人はみかんを食べるのか、なぜ日本人はこうみかんを育てて、それが日本の原風景の中にみかんがあるのか。で、ちょうどこの前全米農園さんと話しててちょっと気づいたものっていうのは、やっぱりみかんってやっぱりそのシェア、清潔な状態でシェアするもしくは分け与えるとかっていう観点で言うと、まあ、非常に使い勝手がいい、その果物なんですよね。そういう意味ではそのシェアするとか贈与するとか無償で何かをしてあげることの価値っておそらく日本人だけではなくて全世界の人にとって共感される価値だと思うんですよね。そういう意味ではこうアート的な発想と、これ私呼んでますけれども、なぜ日本人は、なぜ避難の人はみかんを作り食べるのかっていうことを、もうまさにローカリゼーション、ローカルを突き詰めると、まあ、ちょっと時間はもちろんかかると思うんですけれども、普遍的な価値になってそのまま全世界の輸出できる強度になるものになる可能性って
僕はあるんじゃないのかなと思いますし、これを10年、20年、30年、先ほど教育っていう話ありましたけれども、50年、100年スパンでやっていくことが重要なんじゃないのかなっていうふうに考えてます。はい、すいません、ちょっと熱くなってしまいましたけれども。ありがとうございました。はいはい、また次回以降のセッションでもそういった部分に触れていただきながらお話し進めていければと思います。それではお時間過ぎてまいりますの、過ぎておりますので、最後に、宮津先生と山本さんから一言ずつ、いただいて、今回、お開きとさせていただければと思います。それでは宮津先生、最後に一言お願いいたします。はい、本日はありがとうございました。アート、現代アートは難しい、分かりづらいという先入観あると思いますけども、この避難アートウィークでそれが全くそうじゃないということを皆さんに楽しんでいただきながら証明したいなというふうに思っています。このケミストリーセッションも続いていきますし、さまざまな方に登場いただく予定ですので、ぜひ今後とも期待していただきたいと、応援していただきたいと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは山本さん、最後に一言お願いいたします。私としましてはもうその結論としては、多分その田舎って多分そのままでいいと思うんですよね。であとはそのグローバルな経済成長と、あとそこにしかない価値を維持発展させるための手段として、きっと避難というか多分絶対必要で、できっといい機会になるんじゃないのかなと思ってますので、ぜひ地元のその避難地域、あと和歌山域外の方、もしくは世界の方々から引き続き協力を得ながら、なんとか推進していきたいなというふうに考えてます。この度は貴重な機会いただきまして、誠に ありがとうございました。はい、ありがとうございました。これ次回以降のセッション出たい場合はどうすればよろしいんですか？なんか情報とかっていうのは飛んでくるんでしょうか？はい、Facebook ページとか、あとホームページがございますので、まずは Facebook ページとかぜひフォローしていただけると非常にありがたく存じます。はい、それでは本日はこれをもちまして、お開きとさせていただければと思います。また引き続き、セッション続いてまいりまして、アートウィーク本番まで、どん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 盛り上げてまいりますので、皆様引き続きご参加のほど、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、本日は、長い時間になりましたけれども、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。こちらで失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。